パリ五輪柔道女子52キロ級が行われた28日、圧倒的優勝候補に挙げられた安倍歌、24、何回戦でまさかの敗退。畳を降りると、平野コーチにしがみつき、会場中に響き渡る声で泣き叫ぶ姿に、赤いハートセクシーすぎる。安倍歌、バッキバキに鍛えた腹筋、肉体美容しげもなく披露した超絶セクシーショットを見る。 死、大号泣兄弟連覇の夢消え、歌、アーム上傍然、同国、島坂5年ぶり敗戦、立ち上げれず号泣、柔道ファンから温かい拍手と、歌、コール、と、センセーショナルに伝えたのだが、スポーツライターの津田都樹氏士はう首をかしげる。死選手の試合後の振る舞いは、非常に残念でした。勝者を称えることなく、ただただ自分が負けた悔しさを感情的に表した。 畳の横で同国すること3分近く。その間、試合進行は止まり、次の出場選手は入場口で待機を強いられていた。試選手はその後、全てをこの1日のためにやってきたので、負けた瞬間は冷静に自分を保つことができなかった、と言いましたが、全てをかけてきたのは彼女だけに限らない。入場口に立ち、気持ちを高めて試合に備えていた選手は複雑だったと思う。 死選手は東京五輪の金メダリストで世界屈指の柔道家です。負けた時こそ日本を代表する柔道家、武道家としての真髄を見せて欲しかった。号泣するなら誰もいないところですべきだった。今回の女子52キロ級を制したウズベキスタンのケルディオロワ選手は死選手を破った直後も感情的に喜びを表すことなく、笑顔すら見せなかった。敗者への配慮、 リスペクトを感じさせただけに余計に歌選手の態度は残念でした。ケルディ・ヨロワは金メダル獲得後の記者会見で、安倍との試合を振り返り彼女はオリンピックのチャンピオンであり、レジェンド。尊敬しているから喜びたくなかったと話したが、礼をもんじるその態度を報じる日本のメディアはほとんどなかった。TBS 系のワイドショーにコメンテーターとして出演した元宮崎県知事の東国原秀吉が、 お叱りを受けるかもしれないけど、安倍歌さんは悔しいのはわかるけど、あの泣きというのはどうなのかなと思いました。柔道家として、武道家として、もうちょっと毅然として欲しかった。相手の選手みたいにして欲しかったなとは思いますと指摘した程度である。少なくとも、死選手の態度は残念ながらグッドルーザー、良き敗者たれとはほど遠い印象を与えた。己の結果しか考えていない。 自分勝手な振る舞いと批判されてもおかしくない。これは、日本スポーツ界のメダル市場主義、勝利市場主義にもつながる根深い問題だと思う。日本のメディアはそういう批判的視点には一切立たず、相変わらず、かわいそうとお涙ちょうだいの報道に終始し、ひふ選手との兄弟愛などをみだみ仕立てで報じるだけ。体操女子代表選手の不祥事でもそうでしたが、すぐに、かわいそう。 とネット世論におもねるばかりです。炎上を恐れてメディアとして責任を持った主張ができない。感情論ばかりです。かと思えば、大号泣した歌選手がスタンドの家族のもとでおにぎりを食べていた姿を、かわいい、ほっとした、とネットや SNS の声を拾って、ネット記事にする。スポーツメディアは結局、アスリートを商品としてしか見ていない。そうした無批判な姿勢が選手をスポイルし、 スポーツそのものを劣化させる。由々式問題です。前出の津田氏、スポーツマスコミのあり方に批判的な視線を向け続けたスポーツライターの谷口玄太郎氏、個人は生前、繰り返しこう言っていた。批評性があってこそメディア。しかし、そもそもその批評性を最も欠いてきたのがスポーツメディアです。五輪報道もそうですが、スポーツは批判すべきじゃないというスタンスが根付き。 自粛、忖度ばかり。それによって選手は増長する。メディアの古畜だけが選手の倫理観にも悪影響を与えているのです。安倍歌の号泣はスポーツを取り巻く様々な問題を炙り出している。それにしても安倍歌はなぜ2回戦で散ったのか。長らく柔道を取材するスポーツライターの木村秀和氏はコンディション不良を否定し、その意外な理由を解説する。あの瞬間、 一体何が起きていたのか。黒丸関連記事、もっと読む、では、その、意外な理由、について詳しく報じている。